あ。まあ久しぶりでも余裕ですね。はい、自転車と一緒です。マリオカート始めていきましょう。世界線よりも国内の方が集まりやすいってどういうこと？ちょっとね、今平日の真っ昼間昼過ぎなんで、おっぱい、人あんま集まんねえかなっていうのを危惧して世界行ったんですけど、あんまり人いなくて、国内来たらこれだよ。すげえ人だな。まあ割り下以外だったら、ちょっとなー、割り下やだなー。ちょっとさ、復帰戦としては、ちょっと、昇竜、ドラゴンロードがいい。あー、ガーデンオブスカイね。ガーデンオブスカイ。オッケーオッケーオッケー。いける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 。さ、久々にやりますね、マリオカート。ちょっと、不安になって、TA 走りましたけど、好きなコースはまあ、そこそこで走りましたね。ちょっと、スカイガーデンが、別に練習してるかと言われると、ちょっと別問題なんだけど。さあ、やっていきましょう。なんか、多種多様な、機体が、ちょっと待って、スタートここ。まずは復帰戦第1番スタートダッシュは綺麗に成功していく。これがレート層の走りなんじゃないでしょうか。素晴らしいですよ。ちょっと押し出されて、アウトコース走らされるが、あ、今きっちり回収している。お前、そんな器用な落ち方する人初めて見たよ、俺は。さあ、日の一、順位状況は相変わらずパッドで見えない。やべ、今、キノコを使ったのは、もう致し方なし。お、怖え、怖え。アイテム状況は、まあ、あんまり問題はなさそうな感じかな。見る感じは。お、怖い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 。いいっすよ。オッケー！順位を6位に上げていく。ファイアボールを引くが、前と後ろがちょっとわからないが。で、うぅ、やったぜ。当たったかな。当たった判定になってるかな。オッケーオッケーオッケー。おらおらおら。怖い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 。すげえ飛んでくんだ。飛んできすぎだろ、アイテム。ちょっと待って待って、おかしいおかしいおかしい。綺麗に抜いてこう。アイテム回収したい。いいっすねこれ。パックン出しとこう。ちょっとパックンダッシュで微妙にコース、あ、しまった、これはまずい。いや、まあいけるか。やっぱパックンは最強やったんだ。なんとなく2位ですよ。なんとなく2位よ。走っている。後ろのアイテム状況はなし、素晴らしい。さあ、ここのダッシュ版は踏めない。つさあ、どん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 相手が、後ろが追いついてくる。コースが若干ずれてくるが、あいつと違うコース行こう。まあまあ、しゃあないですからね。これ、どうなんすかね。ちょっと回り道しますね、僕。怖い、これは。おー、チキった方の負けか。後ろ捨てそうな気がすんな。だよね、だよね、だよね。俺も後ろ捨てるもん、それ。上位状況はそこまで悪くないですよ。しかも、この神アイテムが来てしまっている。どうしようかな。アイテム交換するのであればしない。後ろのアイテム状況、ブーメラン、ちょっと捨てようかな。下手にブーメランで壊されるよりかは巻き添えにしていきたい所存でござるよ。君、空中落とし、ヒギ、これ落ちねえわ、空中じゃ。しかし、いいところで落としている。さあ、前がバナイチ。とりあえずアイテム回収のタイミングで、こいつ、これももうアイテム回収。危ない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 。誰か溶けそう引いてくんねえかな。他力本願スプレー。まあ、これは固く2位でいいかな。後ろが赤い位置引いてるんで、ちょっと下手に冒険はしたくない。まあ、ちょっと後ろにプレゼントしながら。まあ、みんな避けてるけど、みんな避けてますね。はい、というわけで。おー、なかなかいいじゃないですか。復帰戦にしては、上々なスタート。まあ、ちょっとコース取りが甘いところありますけど、次行きましょう。どうした？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 はい、ここはどこですか？ここは氷山。氷山。はい。はい、ここ。素晴らしいスタート切りましたよ、ムツ選手。いいっすね、これ。待って。バナナ。おー、なんか危ない。まあ、1位だから後ろに投げるなんてことは、まずしてこないと、俺が勝手に信用してるんで、すごいぶつかってくる。何もしてないのに、総力で抜かれていく。バンバン抜かれていくよ。後ろついてこう。多分、俺あんまりここのコース取りわかんないんですけど、後ろついていけばまあみんないいコース取りしてるでしょ。その代わりコインを回収できない。ちょっと今バナナが見えたんで若干、ああ、踏んでるじゃねえか、やっぱり。うん、あーあーあーあああああ、ドリフトが出ねえ。ドリフトが全く出ねえ。クイッ、
ちょ全然見えないんですけど、スターまずいな。ちょっと待って、今あれが見えた、ブーメランが見えた。原始人アイテムやめてって、原始人嫌い。ふぅー、この網の目をくぐり抜けられるやつはいんのか。バンバン事故車が出てる、怖い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 。そう、危ない、危ねえ。マジで今視聴者に当たったな、今視聴者に。やばいな、やばいな、やばいよやばいよ。あー、やばい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 、しまったしまった。まあ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 、しゃあないしゃあない。順位は真ん中よりちょい下走ってますね。いや、きっちりここも使い切っちゃう、使い切っちゃう。アイテム交換はしていきたいんで、きっちりと。止まってる、オッケー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 、詰めた詰めた。あー、アイテムくれよな、ずるいずるい。君たちキノコは俺にくれよ、ちょっと待って。あー、よし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 、もらうぜ。さっきもさっき言った通りな、俺のキノコは俺のキノコなんだよ。そりゃそうだそりゃそうだ、危ない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 。今何位？ 6 位か。悪くない、バーン。すまんな、恨まないでくれ。恨むなら自分の運を恨んでくれ。ここで掘り出すなしね、これで掘り出すなしって言ってんじゃん。しかし華麗に黄色コースに行って行く。後ろアイテムなし、あとは俺の総力でぶっちぎりサインをいただくだけだ。イエーイ、なんだかんだ成績がいい、素晴らしい。な、え、な、え、な、まあまあまあ、次行きましょう。みんなそんな俺に1位を取ってほしいのか。わかった、俺が1位を取ろう。吉田で1位を取ってやるよ。わかった、期待に応えようじゃないか。ここはね、一応ね、さすがにちょっとブランクあったんで、ちょっと、なんだ、鳴らしでね、走ってたんですけど、まあ好きなコースに関しては、意外と遜色なく走れてたんで、多分大丈夫でしょう。多分ね。はい。行きましょう。1位取ってきまーす。成績良すぎるんだよな、ちょっと。オッケー。やっぱなんだかんだ、なんとなくプレイは覚えてるもんだね。ボロボロかと思ったけど。まあまあもちろんちょっとガバガバだなーっていうところはあるんですけど。まあ、それもともとガバガバですからね、言ってしまうと。そんなに変わりませんよね。いや、これちょっと安牌でいこう。ちょっともっといいライン取りあるんですけど、ちょっと安牌でいこう。まあまあ、ごまかしてるごまかしてる、そこまで悪いあれじゃないね。しかし昼間からこんなに人がいるなんて感動だぜ。まだまだマリオカートもやれるな。赤が飛んできている。あ、しかし俺ではない。これぼちぼちコイン回収していきたいね、ぼちぼちコイン回収していきたい。こことかね、オッケー、いい感じいい感じ。ここもできるならコイン回収して、オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっとコイン消えた今。あー、トゲゾー飛んできてんな、当たってくれ早く。まあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。今日こんな近くにいんのかよ、やべえ。ここはちょっと、ここショートカットできねえから、一回外回り回っていく。まあまあまあいい、取り戻さなければならねえ俺の1位も。やべえ、やっちまった、捨てよう。お、相手こうか、これどうしようかな。使いましょう。まあ、次引くでしょ。じゃあその緑と赤マジでやばいからね。前に投げてくれ。よしよし、攻めてる攻めてる。みんな攻めてるよ。みんな攻めてる。いい。そして気合いじゃない。おい、抜かすのやべえんちゃうの。一個赤消えてるけど。うわ、かなり激戦区だな。まだまだわかんない。最後まで勝負はわからない。それが面白いんだろ、マリオカート。アイテム回収できないのはよくわかんないですね、僕的には。次が ラストアイテムだから。やべ、くっそ。あー、ラッキー、運には恵まれてる運には恵まれてる。今パクりましたね、バナナパクったっていうか、まあシェアキノコ、シェアキノコでしたけど。お、悪くない悪くない。うわー、やべー、キノコ。いやいやいや、スターに当たりたくない、スターに当たりたくない。あー、ねじれで、なんとか超加速。6位か。まあ、もったいないっちゃもったいなかったな、もったいないっちゃもったいなかった。次頑張ろう。ラストね。締めよう。綺麗に締めようじゃないか、さらすと。はい、というわけで、ちょっと部屋入り直しましたけど、また、ね、12人揃って。ああ、マジかよ。プクプクビーチ。
ここって自主的に選ばれることもほんと少ないステージなのよ。さあ、レート帯は。さあ、高いところか低いところまで。だいぶ高いと人は高いね。やっぱずっとマリオカートやってるからだろうか。今のこの時期にやってる人って多分ずっとやってる人だろうから。はい。まあ、スマブラっていう波とスプラトゥーンっていう波から生き残った人たちが今マリオカートこの平日の昼間、昼下がりやってるわけですからね。さあ、そんな強豪たち相手に危ない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 。ぶつかんないよ。ああ！よしよし、ナイスブレーキ、ナイスブレーキ。ぶつかってコイン手放しちゃう方が北斎。バナナ捨てて、さあ結局踏むのかみたいなね。じゃあコイン回収して、あとでそう、最終的に何位にいるかがこのゲーム重要なのであって、途中が最下位だろうと何位だろうと関係ないわけです。危ない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 、いろいろといいな。危ない、これでスタンドリすると安定しないんでスタンドリしません。そして火の玉を避けていく。ここでスーパーを貯めない。いろいろとガバガバだ。大丈夫か。とりあえず誰か当たっとけ。なんだとさあ人が多すぎる。相手もきっちり回収。ただいまの順位は5位。で出てくるのは緑コーラ。後ろのアイテムは何でしょうかね。クラクション、クラクションか。まあまあまあ総力で負けてなければ大丈夫でしょう。負けてないとは言ってないかな。なんでかしょっぺーな、さっきからアイテムが。いや、しかしここは使って一気に加速していきたいところだからけど、危ない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 、ボボボボボ、痛い。まあこれは知らないところある実際。よし、水に入って スターやばいよ。外側走ろう、行ってあのさあ、おかしくない？ちょっと赤コーラ持ってる君、僕の前に来ないでほしい。あ、これ抜くしかねえ。抜いてってなんだかんだ7位までは復帰というのか、なんというのか。これ危ねえ危ねえ、ちゃんと緑コーラ見てたよ、マークしてた。アイテム回収、前のアイテム。あー、みんなキノコ、みんなキノコ、中俺は1個のキノコ。ラッキーラッキーラッキー、革命だ。やべえ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 、踏まれる踏まれる、当たれて当たれ、なんで当たってんだ呪詛、呪詛だったな今。言葉の力は怖いぞ。後ろも木野さんなんで、ここはアイテム使って良さそう。ショートカットで使っていきましょう。お、アイテムパクって美味しい。わ、やばい、カニさん、カニさん危ないよ。神のアイテム、オッケー、まあまあだぞ、まあまあ。キュー、もう投げとかないと間に合わない式。もう間に合わない式、間に合わない式から、ショートカットしてよ、ショートカットして。早く終われ、早く、なんでやねんなんでやねん今当たんなくてよかったやろ俺にやったことには最後コースそれてたじゃねえか。というわけで、まあ俺らしい最後というわけで、久々のマリオカートこの辺で失礼したいと思います。今夜ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。